マリオテニスウルトラスマッシュ。テニス本来の駆け引きが楽しめるマリオテニスはシンプル操作でさまざまなショットを打つことができます。速い弾道で高いバウンドのトップスピン、鋭く曲がるスライス、相手の頭上を越えるショットロブなど多彩なショットを打ち分けることができます。さらにシリーズ初となるジャンプショットが登場。バウンドを待たずに打ち返すことができるので試合のテンポを戦略的に変えることができます。試合中出現するチャンスエリアではショットの威力がアップ、試合の流れを左右するショットを打つことができます。さらに相手の体勢を崩せたら特別なスマッシュポイントが出現。速度も威力もマックスなウルトラスマッシュを打つことができます。キャラクターごとの特徴も様々、全ての面で高い能力を持つマリオ。スピードなら誰にも負けないヨッシー、圧倒的なパワーでねじ伏せるクッパ、トリッキーな動きで相手を翻弄するテレサ、そして発想上のロゼッタなど特徴の異なる16名のキャラクターが登場します。メガバトルモードではキノピオが投げ込む巨大キノコを取るとキャラクターが一定時間巨大化、相手を吹き飛ばすパワフルなショットなど全てにおいて規格外のテニスが楽しめます。巨大キノコの出現やチャンスエリアをオフにできるクラシックテニスモードではラリーに特化したよりテニスらしい駆け引きが楽しめます。本作は最大4人までの同時プレイが可能、マルチプレイならではの対戦や協力が楽しめます。インターネットにつなげば2つのモードで世界中のプレイヤーと対戦ができます。ガチモードは本格コートのみでの対戦で勝敗によって上下するレーティングを競うことができます。バラエティモードはレーティングはなく、いろんなコートで気軽に対戦を楽しむことができます。さらに一人用モード勝ち抜きチャレンジを収録、勝つたびに強くなる相手に挑戦し自分の腕を磨くことができます。マリオテニスウルトラスマッシュ。本作ではテレビモニターとゲームパッドにそれぞれプレイヤー視点のカメラを表示して対戦することができます。アミーボー。マリオテニスウルトラスマッシュはアミーボに対応。勝ち抜きチャレンジモードではアミーボをサポートキャラとして登場させることができます。アミーボは試合を重ねることで能力がアップしていきます。さらに育てたアミーボはインターネット対戦でダブルスのパートナーとして登場させることができます。世界のライバルにアミーボと挑めます。アミーボ